英雄のカノン、テイルズオブデスティニー2実況プレイ。皆さんこんにちは、マラニーです。今回も続きをやっていきたいと思います。前回はレンズから出てきた女の子を追って、ダリルシェイド、それから今いるハーメンツバレーというところにやってきました。で、途中でね、女の子のペンダントを見つけたので、それをもともと追いかけるつもりではありましたが、それを返してあげようっていうことでしたね。で、とりあえず先に進んでいけばいいかな。アイグレッテが一応の目的だ。いるね。いるね。ちょっと待ってね。いいか、カイル。落とし物のペンダントは。これは前回見ましたね。っていうことで、再開ですかね。やっていきましょう。ない。ここにも。どうしよう。ねえ、君。どうしよう。見つからない。あれがないと、私。ねえ、ってば。あ、君、泣いてるの？なんですか？私、あなたたちと話している暇なんてないんです。随分と釣れないセリフだね。あんたの落とし物を拾ってやったってのに。これ、君のだよね。はい。おいおい、礼の一言もなしかよ。泣いて探すほど大切なものなんだろ。ありがとう。なーに、困っている人を助けるのは英雄として当然のことさ。英雄？やっぱり違う。え、何？拾ってくれたことにはお礼を言います。でも、もう私に関わらないで。それじゃ。ああ、ちょっと待てよ。ねえ、感じ悪。おい、帰る。あんな女追っかける価値なんかないぜ。ウリも結構、ちょっときつい方だね。いや、あの子に俺が英雄だってことを絶対に認めさせる。さあ、俺たちも行こう。ぼやぼやしてたら、あの子どんどん先に行っちゃうよ。なんだ、パーティーに入ってくるんじゃないんだ、まだ。ほらほら、ロニー、急ごうよ。あの子、今頃とっくにアイグレッテについてるかもしれないよ。いや、早すぎるだろ。女の涙には勝てねえよな。あんな可愛らしい泣き顔を見せられちゃ、男としては燃えるよな。早く会って抱きしめたい。僕の胸で涙を拭きよ。てか、くー、ロニー、分かってるよ、皆まで言うな。惚れた女を追っかけるのは男の永遠のロマンだからな。さあ、行こうぜ、カイル。惚れた女って、大丈夫なのかな、ロニー。なんかいろんな意味で。ちょっと心配になってきた。おい、カイル。腕のとこどうしたんだよ。血が滲んでるじゃねえか。ん？ああ、本当だ。崖を登ってる時、すりむいたのかな。なんだと？バイキン入るぞ、バイキン。よっしゃ。俺が直してやる。見せてみろ。え？うわ、やめろ。舐めるなよ。くすぐったいよ。最初はくすぐったくっても、じきに良くなるさ。俺の大事なカイルに痛い思いはさせねえさ。我慢しろな。誰か助けて。なんか大丈夫かな、ティオリス。あの子を追いかけてアイグレッテに行くんだ。ハーメンツバレーさえ抜ければあとはアイグレッテまで一歩道だ。よし、行こう。なんだろうな、この温度差は。カイルたちとの間に若干壁を感じるんだが。18年前に墜落した空中都市の残骸。ああ。どこだろう、これ。見覚え、わからないな。ここだけじゃわかんないな。まあ、まだ続くのか。あれ？あ、こっちか。で、おぉ。
運命は時に厳しい。オッケー、行くぞ。あー、宝箱がこっちにありそう。え、ちょっと待ってよ。なんなんだよ。そう、飛ぼうとするときに意外とタイミングちょっと待ってればよかったかな。はってっていいしょ。俺は負けない。ちょっと今 TP が足りないんでね、なんかやりにくい。よし、とりあえずミックスルミ、ミックスルミは多分 TP と HP 両方回復かな。うお、びっくりした。待ってね、あっち側にもなんか宝箱が。運命は時に厳しい。お、ハンバーガーを料理して成功かな今のは。これはね、もう慎重に行くことにします。あっちも焦って何回やっちゃったか知られないので。スペクタクルズ上がっていけないかな。無理だよね。じゃあ戻って、よし行くぜ。さらに、さすがだな。よし、ちょっと体力が危なくなってきたかな。アップルガム1個使おうかな。こんなもんでしょう。 TP もちょっと回復してるね。こっち側、あ、いけるいける。こうして霜降り、なんか食べ物ばっかだな。もうちょっと装備品とかあってもいい気がする。うわ、たなんでだよ。先に言ってよ、そういうのは。手こずらせやがって。お、ストーンザッパー、アクアスパイクかな。ロギーの新しい小術を覚えましたね。アクアスパイク、高速回転させた水圧を発射する火球小術。ストーンザッパー、複数の、あ、これはあれだね、ジューダスが使ってましたね。で、これここにね、どうしよう、空翔座入れるの忘れてたんですよね。空翔座使ってみよう。次ね、次、あ、いけるんだ。あ、これはそうだよね。なるほどなるほど。あの風をね使って、今度は逆に風を利用しないといけないと。もうあっち側いいよね、崖崩れしちゃったし。あ、あれ？戻ってきた。あ、反対側に出てきたのか。お、マグログミ？なんか、すごい生臭そうなものを。マグロの煮汁から作る美味しいグミ。美味しいのか？戦闘中は後味が効いて徐々に HP 回復。おー。リゼネみたいな感じかな。え、面白いね。ちょっと待ってよ、装備とか新しいのある？あー、この辺変えてもいいかもな。持続性負荷、うーん、やってみるか。この前変えなかった気がするんだけど。まあいいでしょう。あとはどっちがいいのかな。まあ、レザーマントでいっか。で、これを、あ、これめっちゃいい。トロール着膜、いつの間に拾ったんだ。やっぱ伸びしろが一番あるのはこれかな。 HP めっちゃ上がるね。クリティカルが結構下がるけど、大丈夫か。
どな。ちょっと特殊効果があるとやっぱり惹かれるよね。 OK 大丈夫。この人たち聞いていこう。連続ヒットについて。連続ヒットって何さ。ダメージを与えた敵が戦闘体制に復帰する前に連続してダメージを与えるとヒット数が加算されて表示されるのだ。いっぱい当てるとどうなるのさ。うむ、最高のヒット数は取得経験値に影響する。なぜならそんな素晴らしい連続攻撃は何よりも勝る経験だからな。より高いヒット数を求めるなら仲間との連携が不可欠だ。ヒット数とは関係ない攻撃の一種類は、ヒット数とは関係ない攻撃の一種類はチェーンとして加算される。 SP をうまい具合に使っていかないと大変さ。そうだな、低い SP で連続攻撃に参加しても足を引っ張ってしまうのがオチだな。やはりここでも術と特技のバランスが必要だな。なかなか難易度はやっぱり高いですね、戦闘の。お、破滅バレー抜けましたね。ではでは、アイグレット目指して進んでいきましょう。いきなりにとりあえず進んでいけばいいのかな。てか、あそこに丸出てるしね。お、空昇山、また使ってみよう。結構いいね。おー、なるほど。よしよし、これが勝利の神髄だぜ。ちょっと最近グレードが取れなくなってきてるんだけど、 TP じゃない、そうそう、 TP に気を使ってるとそうなる。もうそろそろ見えてきてもいい頃じゃない。あれ、アイグレってあるよね。OK。 空昇山も結構使っていきたい。見てねえよ、見てろよ。待って待って、ムーンソースだって。見てみよう。これカエルの武器でしょ。シティ回復とクリティカルが上がるけど、どうするかな。攻撃結構下がるな。SP 回復力が上昇っていうのは嬉しいんだよね。どうするかな。こっちにしてみるか。どういうのがいいんだろうね。やっぱり単純に攻撃力高いとかよりもそういう特殊効果に私は目がいっちゃうんだけど、これがアイグレッテかな。ごめんなさいね、ちょっとぐるぐる回しちゃったね。アイグレッテグランドバザール。ちょっとイメージと違う音楽かも。大きいね、確かに。ここが聖都アイグレッテ、この大陸一番の都市だ。そして頭に神殿の総本山であるストレイライズ大神殿もここにある。どうだカイル、クレスタなんかよりずっとでかいだろう。すごいな。とりあえず適当に街をぶらつきながら宿を探そうぜ。アイグレってグランドバザールってことなんかいろいろ売ってそうだけど、その前にちゃんとスキットを確認していこう。にぎやかな街だな。お祭りでもやってるのかな。歩いてるだけで目が回ってくるな。あ、あっちになんか面白そうなものがあるよ。行ってみようよロニー。待て、落ち着け帰る。うろちょろするんじゃない、迷子になるぞ。しっかり俺の手を掴んどけ。なんだよ、子供扱いすんなよな。まあでも弟とか妹がいたら心配で仕方ないかもしれないね。アイグレッテの街を適当に見物したら宿屋に落ち着こう。これはもう先、他のスピットはないかな。いらっしゃい、ここは甘味どころ甘々よ。甘いものは疲れが取れるわよ。おー、あ、いちごとか売ってる。買ってみる。
3つぐらい。 OK、 ミルクは結構あるんだな。青年、オラは正直すぎて今まで騙されてばっかりだったから、今度は騙す方にもあるだ。もうやめとけやめとけ。ということで、お前らこの怪しげな壺買ってくれ。あんたその仕事向いてねえんじゃねえか。もう私もそう思うな。この壺を買ってくれ、幸せになれるぞ。オラが本当だね、正直すぎるね。全部口に出てるもんね。お、ちょっと立ち食いしていかねえか。あ、こっちも食材なんだ。食い倒れ天国いいね。もう3つぐらい買っておくか。よし、このデスティニー2のお財布事情ってどんな感じなんだろうね。結構お金に余裕はあるのかないのか。食材屋さん、あれ、ここも食材屋さん結構あるな。イカ、エビ、タカ、パスタがあるよ。パスタ買っちゃおう。買っとこか。3種類ぐらい。うわ、結構するな。ちょっとエビ1個にしよう。ここら辺はパスタを1個ぐらいにしとく。そろそろ新しいレシピ手に入りそうですもんね。てかいるよね、この人だよね多分。ですよね。ペスカトーレの作り方を知りたいです。ペスカトーレの作り方を教えてあげよう。ペスカトーレ、魚介類を具に使用したパスタ。これをいただくときはペスカトーレと叫んでから食すべき。しかも腹式呼吸でどうでもええわ。これはスキルプラスってなんだろう。あ、これ熟練度星が2つになってる。これ何？実行っていうか、オートした方がいいかな。どうしよう。あ、でもなんか食材が高いのばっかりだな。これはオートにはできない。しといてもいいけど別に。そんな頻繁に作れる料理ではないな、今のところ。18年前の騒乱の後、神殿に救いを求めて集まった人々がこの大きな町を作ったそうです。じゃあアイグレッテって結構新しい町なんだね。そういうことになるね。神の目をめぐる騒乱から18年、このような大きな町ができるなんて人の力は偉大ですね。そうだね、ダリル星でも頑張れば復興できそうなんだけどな。みんなエルレイン、エルレインって騒いでるけど、僕に言わせりゃ奇跡なんてトリックだね。実るだけで病気が治ったり、赤ん坊がすくすく育ったり、そんなことができれば苦労しないさ。まあ、もっともではあるね。祖先政治の奇跡なんてトリックなんだ。僕にはすぐ分かったね。実際のところどうなんだろうね。人の身長ほどもある大きな樽だ。中身は食材のようだ。宝箱がある。小麦の袋、袋にはクレヒトさんと書かれている。あ、あれかな、あの水車で引いてる。あ、そうよくわかったねクレヒトの水車小屋で引いた小麦だろうか。で、あっち行けないんだけど、どっかのお家から行くのかな。民家かわいいなぁ。あ、パスタいただきます。うちたくさん猫がいるでしょ。猫好きのおじいさんにもらったのよ。本当の名前は誰も知らないんだけど、我が子のように猫をかわいがっているおじいさんよ。この町にいるのかな。18年前の騒乱の時は天を覆った外国によって多くの人が生命力を吸われたわ。もちろん動物もね。さっき話した猫好きのじいさんの飼い猫も全滅してしまったの。おじいさんの嘆きを追ったらなかった。
でもおじいさんの世界に平和が戻った後、もう一度猫の世話を始めたわ。ここにいる猫はその猫たちの子孫かもしれないよね。そうか、結構空中都市にいることが多かったから、てか外郭大地が崩壊した後のその様子全然知らないから、結構ひどかったんだね。私のお母さんずっと病気だったの。でもエルレイン様が奇跡でお母さんの病気を治してくれたんだよ。私も大きくなったら聖女様みたいになりたいな。気になるね、エルレインって人に会ってみたいけど。あ、こっちか、なるほどね。パナシアボトル、いいね。じゃあ、こっち側はすごい綺麗な街並みだね。申し訳ありませんが、どこかでお会いしましたか。すいませんね、昔から目が悪くてあなたの顔もよく見えないんですよ。メガネかければとかいう問題じゃないのかな。ここに来れば目が見えるようになるかもしれないと聞いてやってきたんですが。ああ、そういうことか。アイグレッテの街を敵…オッケーオッケー。頭に診断の多さであられる聖女エルレイン様は何でも神通力をお持ちだとか。不治の病に苦しむ者もエルレイン様のおかげで立ちどころに元気になったそうじゃ。おー、年がいもなく胸がドキドキするわい。どんな方じゃろうな、エルレイン様は。あー、姿が見えるわけじゃないの。ほらほらほら、どこに行くつもりだよ。今日はアイグレッテの宿屋に泊まろうぜ。ここまで来て野宿なんて俺嫌だからな。なんだよ、探索しようとしただけなんだよ。アイグレッテ校はこの先だよ。港までは一本道だから迷うことはないだろうよ。こっち壇上なのかな。おお、びっくりした。年を取って船乗りを引退した後もなぜか毎日港に行ってしまうんじゃ。一日に一回は海の香りを嗅いでおらんと何だか落ち着かんのじゃよ。ダリルシードに港があった頃、港に寄るたびにあの町で騒いだもんじゃ。今は見る影もなく疲れてしまったがの。そうだね、結構ダリルシードのあの様子正直ショックだったんだけど、あんたたちレンズを禁止しに来たのかい。違うけどそれじゃあんたたちの奇跡を見に来ただけの見物組ってことか。あ、レンズ100個溜まってるんだね。知ってるか、このアイグレッテがわずか十数年でここまで発展した理由を。エルレイン様を慕って地方から多くの人間が集まったからさ。この俺みたいにな。おー、キコリさんもその一人か。こっちは、あ、ごめんごめんごめん。こっち何なのこれ武器屋さんっぽいよね。お、またいる。いや、エンちゃんと聞いてみよう。エンちゃんとも覚えたさ。で、エンちゃんとって何さ。うん、簡単に言えば覚えている特技、実を自分好みにカスタムできる能力だな。まずは使い続けて使用回数を上げること。そうすれば様々なエンチャントが装備できるようになるだろう。じゃあ一つの特技を使いまくりさ。それも一つの方法ではあるな。ただ戦闘中はエンチャントは変更できない。多くの技に多彩なエンチャントをつけておくのも悪くないぞ。敵の能力を下げる術を使ってから武器で切り込むなど、特技と術を使いこなすことで戦略は広がっていく。仲間同士で補い合ってもいいな。ちなみに装備したエンチャントは外せば使用回数は戻るから、いろいろと試してみるのがいいだろう。僕のお気に入りの特技はあまり当たらないから、欠点を補うために命中のエンチャントをつけるさ。お前の場合は単に空振りしてるだけだな。空振りは使用回数が増えないのでもったいないぞ。あ、当てないと意味がないんだ。そうなんだ。それと回復小術は、対象の HP が 75% 以下の時に使用した時のみ使用回数が増える。気をつけろ。へえ、いろいろと気をつけなきゃいけないところがあるな。確かにかすり傷で使っても経験にはならないさ。難しいなぁ。
なんだろうな、一応結構なんていうの、使用はしてるつもりなんだけど、風将座はまだまだだね。待って、奥義から非奥義につなげられるのか。いやでもまだ非奥義って結構後じゃないのかな、分かんないけど。お、防御力下げれる、ウィンドスラッシュいいね。フレームドライブは、やっぱこっちかな、まだ。この辺もそろそろ来そうだね。スラストファングとか気になる。風属性か。ロニーは、どうしようかな。SP 消費減少かな。TP の消費減少はないんだね。カッパ爆走撃は、どうなんだろう。私が下手なのか、それとも。あ、でも目の前で止まっちゃうから。まあいいや、命中率アップにしておこう。え、これリカバー覚えるってこと？ちょっとわかんないけど。これつけたいなぁ。39回も使わないといけないのか。デルタレイは命中の方がいいかな。シャドウエッジもほぼほぼ使ってない。ストーンザップ、アクアスカイ、ブレカー。まだだしなぁ。そうかぁ。まあでも、いろいろ使いこなせたら、お、結構楽しそうだね。道具屋さんかぁ。結構、上がるっちゃ上がるけど。まあいいか。とりあえず装備品は、様子見って感じかなぁ。いろいろ。あ、間違えた。お、ロングソード。どこ開けたの今。壊れた武具が入っている。下取りした中古品だろうか。ロングソードは、あ、これ売っても良さそうだけどな。売っちゃおうかな。何これ。え、何これ。なんかぐるぐる回ってるけど、よくわからない。聖女エルレインか。人々の前で奇跡を起こすというが、一体何者なのだろうか。人心を惑わす手天使であれば、私がこの手で捕らえてくれるぞ。かっこいいね。これは、特に何もないんだね。僕のパパは船乗りなんだ。だから一度海に出るとなかなか帰ってこないんだよ。でもね、たまに帰ってくると、いろんな国の話とかいっぱい聞かせてくれるんだよ。じゃあ俺の父さんと同じだな。パパが無事に帰ってくるように、僕いつも頭に様にお祈りをしてるんだ。でも、やっぱ寂しいよね。ちょっと待って、こっち行きたかった。これなんだろう、洗濯機的な？あ、冷蔵庫か。旧オベラン社の売れ筋商品だったレンズ冷蔵庫だ。まだ使ってるんだね、現役で。リッチマン。頭に診断にはいつも世話になっているから、レンズ以外にも何か危険してるものだ。しかし、ここの商品は安すぎる。もっと格調高い高級な品物はないものだろうか。そうなんだろうね。値段の高さだけがいいってわけじゃないと思うけど。特にいいかな。これって私買わなかったっけ？フライパンとか。あれ勝手に使われるのかな？ちょっとよくわからない。まあ、いいや、買ってくのはやめよう。とりあえずね、お金がいつ、どんな時に必要になるかわからないから。たくさんレンズを差し出すと、頭に診断の一員にさせてもらえるらしいわよ。
今週はレンズ30枚の頭に診断に寄進したんだぜ。レンズさえ差し出してれば幸せにしてもらえるからな、楽なもんだぜ。その辺怪しいよね、すごく。間違えた、ごめんね、おじいちゃん。お、びっくりした。あ、ここが宿屋さんか。町は参拝者で大にぎわいだよ。参拝の日まで少しここでのんびりしようかな。うん、もうすぐ私ママになるの。安産をお願いするために神明に来たのよ。頑張って。時計台の、時計の台座に記念碑がはめ込まれている。アイグレッジの発展に旧アルメイダ村村長寄贈。アルメイダもあったなぁ、そういえば。いてて、あいてててて、腹がいて。いてて、さっき食べたチーズ、それともリンゴが原因か？新しいレシピとかないかな。なんかね、料理作れるんですよ。なんかこうやって自分で使ってみて、チーズとリンゴでなんかできるかな。でもお腹壊してるからな。作ってみたいけど。え？いらっしゃい、旅の方。泊まりたい？二人でいいんだね。いやー、お客さんたちみたいな神殿への参拝客が増えたおかげで、うちも大儲けだよ。あ、いや、俺たちはレンズを収めて祈るだけでどんな願いも叶っちまう。参拝したくなる気持ちもわかるよ。エルレイン様だ。今そこにエルレイン様がお目になってるぞ。この年になってエルレイン様にお目にかかれるとは、長生きして本当によかったぞい。アルバルスノーフリアから来た甲斐があったってもんだ。今行きますよ、エルレイン様。元気な赤ちゃんが生まれますようにってお願いしてこなきゃ。できれば男の子がいいわね。聖女の不思議な力とやら、一度目の前で見てみたいものだ。おお、こうしたおれ。部屋には後で案内するから、ちょいと待っててくれよ。何か始まるの？エルレインが来てるんだよ。珍しいな、外に出るなんてよ。エルレイン？誰それ？今のアタモニ診断の長だよ。奇跡を起こす力を持っていて、輝きの聖女なんて呼ばれてる。みんなの目の前で奇跡を起こして信者獲得に一役も二役も買ってる。だが俺はどうにも気に入らねえ。あいつが現れてから頭に診断はおかしくなっちまって。奇跡？聖女？本当に？すごい、すごいじゃん。ねえ、頼めばサインとかくれるの？やっぱ難しいのかな。握手ぐらいなら大丈夫？気になるのはそこら辺なんだね。ああ、こうしちゃいられない。俺たちも早く行こうぜ、ロニー。はあ、こいつにマジな話をした俺がバカだった。あ、どうもない。もう、何ブツブツ言ってるのさ。早く早く。とりあえず行けばいいんだろうけど。今は寄り道してる場合じゃない。先を急ごう。セーブがしたいんだけどな。ねえ、エルレインってそんなにすごい人なの？俺たちも行ってみよう。いや、わかったわかった。行くから。行くからはしゃぐなって。懐くな、バカ。ねえ、エルレインってそんなにすごい人なの？あ、これ見たよね、今。じゃあ見て終わろうか、エルレインさんも。もうすごい人。この町の人々に偉大なる神アタモニの祝福があらんこと。までずっと腹が痛かったのに、全然なんともないぞ。おお、不思議じゃ。30年来見えんかったわしの目に光が。わーい、
お母さん、ほら僕歩ける、歩けるよ。すごいや、本当に奇跡が起きちゃった。これぐらいは朝飯前さ。あくまで噂だが、もっとすごい奇跡も起こせるって話だぜ。それより帰る。あのペンダント気にならないか。ペンダント？あ、あれは。そう、あの子がつけてたペンダントだ。たまたま同じものなのか、それとも。え、ちょっと待って、帰る。おい、帰る。ペンダントを返せ。それはあの子のだ。あちゃー、突っ走ったか。え、貴様、エルレイン様の御前だぞ。すいません、こいつ口の聞き方を知らないもんで。バカ、あのペンダントがあの子のものと決まったわけじゃねえだろうが。お待ちなさい。あの子と言いましたね。一体誰のことですか？いえ、たまたま同じペンダントをしていた子を知っているだけでして。同じペンダント？なるほど、そういうことですか。先に断っておきますが、これは確かに私のものです。そのことはアタモニ診断の皆が証明してくれるでしょう。そうなの？バカ、だから言っただろうが。あ、ごめんなさい。その子、ペンダントのことをすごく大事にしてたから。だから私がもし奪っていたとしたら、何が何でも取り返そうと思った、そういうことですか。だからっていきなり返せはないだろうが。それじゃ泥棒扱いだぞ。ごめん。いいのですよ、それだけ真剣だったのでしょう。あなたは優しいのですね。あなたのようなものにこそ神の加護がもたらされるでしょう。申し遅れました。私の名はエルレイン。アタモニ診断の長を務めています。よろしければあなた方のお名前を聞かせてはもらえませんか？俺はカイルです。カイル・デュナミス。こっちはロニー。カイルにロニーですか。覚えておきましょう。またどこかでお会いできるといいですね。その時はペンダントの持ち主ともお会いしたいものです。楽しい話ができそうですからね。意味深というか、なんかちょっと引っかかりがあるね。それでは私はこれで失礼します。ごきげんよう、カイル。まったく、寿命が3年は縮んだぜ。おい、聞いてるのか、カエル。人の波がすごいな。あの、エルレインって人、似てたね。は？誰にだ？あの女の子にだよ。ロニはそう思わなかった？似てるかな。まあ、雰囲気的なものは似てるかもしんないけど、言われてみればって感じかな。緊張してて顔を見る余裕なんかかけらもなかったよ。誰かさんのせいでな。さあ、とりあえず宿に戻るぞ。なんかだーっと疲れが出てきたぜ。あー、しかもめっちゃ時間長くなっちゃった、ごめんなさい。あれ、宿屋さんどこだっけ。ここか。とりあえずセーブポイントないの。おお、さっきはすまなかったな。今から部屋に案内するからよ。ところで、泊まりは二人でいいのか。連れの子はどうするんだい。連れの子って誰のことだ。だからエルレイン様と同じペンダントした子だよ。あんたたちの知り合いの可愛い子だよね。で、どっちの彼女なんだい。え、ってことは知ってるんだ、親父さんは。可愛い子って、おじさん、会ったことあるの。さっき
買い出しの途中で見かけたんだ。あのペンダント変わった形だから覚えてたんだよ。ねえその子どこに行ったかわかる？ストレイライズ大神殿に向かってたぜ。なんだい、待ち合わせしてないのかい？待て待て、お前どうするつもりだ？どうするって、追いかけるに決まってるじゃないか。ボケっとしてるとあの子またどっかに行っちゃうよ。さあ早く。おい、どうにも大変だね。あー、セーブポイントになかなかたどり着けないのでここで中断して終わります。ごめんなさい、今回すごく長くなっちゃったね。今回もご視聴ありがとうございました。次回はストレイライズ大神殿に行きたいかと思います。もしかしたらフィリアに会えるんじゃないかなっていう淡い期待を抱いているんですが、どうなんでしょうね。はい、では次回も見ていただけると嬉しいです。それではまたね、バイバーイ。